休憩できるよ。たくさん歌ったからもうヘトヘトだね。いつもより早く公園に行ったのに気づいたら夕方だったし。みんなお疲れ様。はい、ご注文のレモネードよ。あざっす。トウヤくんのが甘さ控えめよ。ありがとうございます。レモンの酸味が体に染み渡る。あっはっは、なんだかみんなマラソンした後みたいだね。すすっ、ここまでバテてるなんて珍しいよね。やっほー、メイコ遊びに来たよって、みんなどうしたの。ずいぶんぐったりしてるけど。あーごめんね、心配かけちゃって。さっきまで合同練習してたからバテちゃってさ。合同練習？うん、次のイベントに向けてね。今新たたちと企画してるイベントがあるんだけど、せっかくだから時間の合う日は一緒に練習しようってことになってさ。それで今日初めてやってみたんだけど、みんなとってもすごくて。見たなんてぶっ倒れるまでやってたな。ともかくみんな相当気合が入っていたな。おかげでとてもいい練習になった。へえ、大変そうだけどすっごく楽しそうじゃん。そうね、新しい仲間とも同じ気持ちで頑張れてるみたいでよかったわ。はい、あのイベントで少しだけラッドウィーケンドの空気に近づけた気がします。これもアキトがヒントを出してくれたおかげだな。さすがアキト、ヒューヒュー。なんだよその盛り上げ方。つーか、まだ全然追いつけちゃいねえ。あの夜に追いついて超えるには足りねえところばっかりだ。足りないものが何かをちゃんと理解する必要があるから、そこも大変よね。この前空気がヒントになったみたいに、また何かヒントを見つけられたりするといいんだけどね。ヒント、うーむむむ。あー、どうしたのリンちゃん。私ひらめいちゃった。そのヒントってラッドウィーケンドの映像を見てたら見つかったんだよね。なら、もう一回見たら、他にもヒントが見つかるんじゃない？え？ほら、アキト君は映像を見て、イベントの空気が違うってことに気づいたから、ヒントを見つけられたんでしょ？なら、それと同じように、もっと、歌とか、パフォーマンス以外に注目してみたら、何か新しい発見ができるかも。私ってば、名推理しちゃった。でも、みんなが今まで何回も見てるでしょ。今さら見つかるのかな。可能性は低いかもしれないが、しかし、試してみる価値はあると思う。え？そう？俺もあの映像を何度か見ているが、いつも歌唱技術やパフォーマンスに圧倒されてしまっていたからな。リンの言うように、意識してラッドウィーケンドは普通のイベントと何が違うのかを確認することで、何か新しい発見があるかもしれない。なるほど、なんかドーマが言うと説得力あるな。ちょっとレン、それどういう意味？わあ、冗談だってば冗談。ほら、二人とも仲良く仲良く。それじゃあ改めてみんなで見よっか。ミクたちも一緒にどう？いいの？見せてもらうタイミング逃しちゃってたから嬉しいな。うんうん、レンもリンもとにかくすごいしか言わないからよくわかんなかったしね。そういうことなら感想会にしましょうか。
前のイベントで使ったスクリーンがあるからそれに映すのが良さそうね。やったー、みんな一緒に準備しよう。それじゃ再生するよ。慌てるだね。圧倒されるっていうか、引き止まれるな。でしょでしょ。俺も最初聞いたときびっくりしちゃったの。まさかこんなにすごいなんてね。体が浮いてきちゃうよ。もうみんなチー。はーい。まさく。みんないつでも賑やかなんだから。ふふ、そうだね。それに比べて小羽たちは、いつも歌ばっかり注目しちゃってたけど、今日は瀬戸りを意識して見てみようかな。最初の一曲のたったワンフレーズでライブハウス全体の空気がガラッと変わって、そこからはもうぐいぐい引き込まれていくんだよね。お客さんをちょっとでも飽きさせないように曲のつなぎもすごくスムーズで、でもやっぱりこのナギさんっていう人から目が離せないな。ライティングもすげえな。これのおかげでさして大きくない箱がとんでもなく雰囲気のあるステージになってやがる。そんでその中心にいるのはこの人の観客を引きつける力の正体は歌唱力なのか。いや、だがそれ以外にも何か関係しているような気もする。彼女を中心に熱狂と何か他の感情が渦を巻いているような。これはもしかするとヒント、ヒント。ああ、ダメダメ、見入っちゃう。今は冷静にヒントを探さなきゃいけないのに。にしても、ラッドウィーケンドは本当にすごいな。何回も見てるはずなのに、見てるだけでドキドキして、気づいたらもう虜になってる。で、どうだ？何か気づいたことはあったか？すっごくかっこよかった。あのな、ヒント探しはどうしたんだの？だって気づいたら夢中になっちゃってたんだもん。リンちゃんらしいな。でもその気持ちわかるな。私も最初見たときそうだったし。だからこそ伝説のイベントなわけだしね。ヒントと言えるかはわからないが、一つ感じたことがある。お、なになに？気のせいかもしれないが、参加者全員の歌声の中にどこか寂しさを感じたような気がした。寂しさ？ああ、なんとなくだがな。みんなすっごく飲み上がってたのに、もしかしたら父さんたちがこの後解散したからかな。あの日ステージに立ってた人たちはこれが父さんたちの最後のイベントだってみんな知ってたのかもしれないな。あ、ラダーの最後のイベントだからすっごく気合い入れて歌ってくれたってこと？そういうことなんだろうか。
まあ最後だから必死に歌ってたってのはありそうだが、ただそれだけであそこまでのイベントができたかというとまだわからないな。必死に歌ってたって言えば、最初にソロで歌ってたナギさんがすごく印象的だったな。それでなんとなくだけど、このイベントの中心にいるのはタイガさんの妹さん、ナギさんなのかなって思ったよ。あ、小羽も、実は私もちょっとそう思ってたんだ。確かにな、それは俺も感じた。ラッドウィーケンドの空気は一曲目から他のイベントと違う。つまりあの空気を作ったのはあのナギって人なんだろうな。そうだな、この前のイベントで俺たち全員でどうにか作り出したあの空気をナギさんという人はたった一人で、しかもイベントの一発目の曲で生み出していたようにも見えた。うん、しかもそれだけじゃなくって、ナギさんが周りの人をいい感じにやる気にさせてるみたいに見えたんだよね。うちの父さんとタイガおじさんも登場した時は力入った顔してたけど、ナギさんが声かけたら少し肩の力抜けてたみたいだしさ。あのナギさんのパワーは本当にすごかったよね。いつ見てもかっこいいなって思うよ。あ、そういえばアンちゃんってそのナギさんっていう人と知り合いなんだよね。うん、そうだよ。私がすごく小さい頃から面倒見てくれてたんだ。父さんやタイガーおじさんと一緒によく歌の練習を見てくれたりして、あの頃は本当に楽しかったな。ねえアンちゃん、よかったらその時の話もうちょっと聞かせてくれない？え？ナギさんと練習してた時のこと？うん、ナギさんのことがもっと分かったらラッドウィーケンドのことももっと深く分かるんじゃないかなって思って。そうだな、俺からも頼みたい。ナギさんという人がラッドウィーケンドの中心人物だとしたら、知ることにはとても大きな意味があると思う。だな。それにあれだけの歌を歌えて、ケンさんやタイガさんと肩を並べてた人がどんな人なのか個人的にも興味がある。うん、私もそこは興味あるな。聞きたい聞きたい。ナギさんについてか。話すのはいいけど、どこから話そうかな。それじゃあ、あの時のこととかどうかな。ナギさんは本当にいつだってかっこよかったんだよ。